また置いていかれました。はい、今日はねというより今日もね、私ハヤトはね旅行に置いていかれました。まあもうなんかいつも通りって感じだね。ちょっと部屋が暑いっていうのをね、俺今買ってきたんよ。ご飯を買ってきた。もう一人だからさ、いっぱい食ってやろうかなと。しかもね、ライブ配信で爆食いの動画また見たいよっていうね、ニッチな方がいらっしゃったので、じゃあちょっとやろうかなと思って。あー、カメラの向き、よいしょ。いろいろ買ってきました。それがこちら。ピュン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 、ジュワー。そしてピュン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 、ジュワー。よいしょ。一回下ろそう。置いたのにね。そう、コメダコーヒーに行ってきた。いろいろ買ったんよ。お会計いくらだと思う？まあ、一回並べよう。そう、コメダコーヒーに行って、たらふく買ってきた。こんなでかいの？コメダコーヒーって。俺、行ったことあるような、ないようなって感じなんだけどさ、待って。こんなでかいの？待って。まあでも俺なら食える。今までね、数々の動画でこいつ食いすぎだよってね言われてきた実績が俺にはある。はい、ということでね、今からいただきてえと思います。ってか紹介しろよってな。何だったんだっけ俺。なんか、ちょっと待って、何だったんだっけ。たっぷりアイスミルクコーヒーがこれ620円、生レモンスカッシュ、ういえ、これが600円ね。エビカツパン、多分これこの後ろにいるこの3兄弟、これ970円、高っ。フィッシュバーガー、これね540円、これが540円。ポテサラサンド700円、オグラトーストが510円でございます。3940円、高っ。まあたまにはね、ちょっとブルジュアっぽくね、行こうと思います。じゃあまずは生レモンスカッシュ。めっちゃうまいこれ。やった！あ、これめちゃくちゃ美味しい。アイスミルクコーヒーね。うまっ。これ待って、すごい美味しい。カフェラテで一番好きかもしれん。ミルクがうまいね。こいつからいくか。ポテサラサンド。そう、みんなね、またエンゼルフォレスト行ってるんよ。いただきます。めっちゃくちゃうまいんだけど。野菜が来てる。これ頼んで、なんか渡されるまで15分ぐらい待ったのね。だから一個一個手作りなのかな。これがエビカツバーガー。違う、フィッシュバーガーだ。いただきます。うまっ、マジでうまいんだけど。ドレッシングがめちゃくちゃ美味しい。フィッシュバーガーで俺一番好きかも。待って、マジでうまいんだけど。じゃじゃん。次はね、エビカツ。あ、これもうまいわ。これね、このエビカツね、見えっかな、ピーマン入ってる。このピーマンがね、いいアクセントになってめっちゃうまい。俺なんかうまいしか言ってないね。食レポのお仕事待ってます。米だからの帰り道結構混んでたのね。だからもらって今30分後ぐらいに食ってんのかな。それでもね、サックサクなんだよね。なんでだろう。
だってフィッシュバーガーこれ540円でしょ単品。マック食うより全然いいと思う。大きいし。女性だったらさ、ワンチャンこれ食い切れない人いるんじゃない？うまいぞ全部。なんでこんな時間経ってんのにサクサクなんだろう。この小倉トーストがね、すんごい美味しいって聞いたことあるんだよ。うん。机の上に物いっぱいなの俺。あんま置くなよな。動画撮ってんだから。でね、質問募集したから、読んでいきましょうね。スポーツカーに乗る予定ありますか？バイクの免許ありますか？人様のだったら、たまーに乗らせてもらうかもしれない。自分で保有するってなったら、だいぶ先かな。絶対に車がないと生活ができないっていう場所でもないからさ、なくても全然生活できんのね。で、故になんか車自分で所有して乗るよりなんかタクシー乗った方が安上がりないよね。バイクの免許ね、ない。でもね、取りたいね、いつか。いつか取りたい。おっさんになったらさ、ハーレーとか乗りたいじゃん。って言いつつ多分取らないんだろうな、ずっと。来年の抱負。登録者2万人でございます。俺別のチャンネルも2つやってて、あんまり今更新できてないんだけど、フィットネス系のチャンネル、腹筋製作所っていう、林翔の腹筋製作所っていうチャンネルと、林翔グランプリって言ってね、俺の趣味がモータースポーツ、レースが好きだから F1 とかリアルタイムで実況とかしているチャンネルがあるんですよ。概要欄とコメント欄の方に貼っておきますので、気になった方はぜひチャンネル登録お願いします。そっちのチャンネルもやってるんで、3つのチャンネルで2万5000人行きたいね。うん。あとはなんかクリエイターの友達が欲しいね。うん。それ YouTuber の友達とかいないからさ、そういう友達欲しいんだよね。どなたか紹介していただけませんでしょうか。みんなどういった友達になるんだろうね。事務所入ってない人とか。TikToker もいるし、インスタグラマーもいるんだけど、YouTuber の友達がいないんよね、マジで。今年やって一番嬉しかったこと。俺これね、明確にわかるよ。初めて街中で声をかけてもらったんだよ、この間。それがね、すっごい嬉しかった。初めてだった。アーペがいない時に話しかけてもらって、俺最初さ、てかそんなこと今までなかったからさ、あれ？どっかで会ったっけみたいな。誰だっけみたいな。そしたら、いつも動画見てますって言われて、え、マジ？と思って。俺声かけられるんだ、みたいな。あれはすごい嬉しかったね。だってびっくりすぎてさ、ちょっと動揺しちゃったよね。え、あ、はい、ありがとうございます、みたいな。あれ、ちょっとしくったね。マジでしくったね。ほんとびっくりしちゃってさ。話しかけてくるってなったらさ、知り合いか物を落として拾ってくれた人ぐらいじゃん。普通に生活してたら。だから、ね、嬉しかったね、ほんとに。お腹がいっぱい。いや、なんか残しといてこんなこと言うのあれだけどさ、頑張ったよね、俺。で、まあ、ね、明日の朝ごはんにしようと思います。ちょっといけると思ったんだけどね。で、このレモンスカッシュがマジで。今年もね、もう1ヶ月切りましたのでね、皆さん、何事もなく、年を越しましょう、楽しく。まあ、もしかしたら、年越し YouTube ライブする、かも。かも。なので、皆さん、31日夜、開けといてくださいね。まあ、多分やる。多分。うん。多分。まあ、皆さん、今年ね、残りもう少ないですが、やり残したことはないでしょうか。またね、来年成し遂げたいことある方、俺と一緒に頑張りましょう。俺は、このチャンネルがね、登録者2万人を目指しております。このチャンネルがね、少しでもいいと思った方がいたら、お友達とかにね、広めていただけたら、すんごく嬉しいでございます。ま、最後まで見てる人いるか、わからんけど。まあもちろんね、あーちゃんファーストで、YouTuber ね、もうあーちゃんの次くらいに考えていますので、まあ、更新頻度、高いか低いか分かりませんが、来年もね、精一杯頑張りますので、ぜひぜひ皆さん、来年もよろしくお願いいたします。まあ、この動画がね、今年最後になるかちょっと分からないんだけど、まあ、
来年もよろしくお願いいたします。そしてね、今年もありがとうございました。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。あーちゃん。